どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。の前に、装備だけちょっと確認して、よし、行きましょう。セーブ？もう一回しよっか？はいはい。さあ、やっとクッパ城に行けるって感じかな。ほら、坊ちゃん、あの雲の上、折り紙兵がいるのです。さあ、ジュニア、頑張れ。よし、行くぞ。さあ、乗った乗った。乗るのか。さあ、マリオくん、あとは任せましたぞ。手伝ってくれないんだね。コテンパンのギッタギタにやってしまうのです。もちろん、マリオくんが。ちょっとやっちゃいますか。いいね、音楽いいね。この雷の折り紙兵とても強そう。頑張ってください。お、なんか出てきた。わー、ちびっこがいっぱい来ましたわよ。うふふ、かわいい兄弟かしら。雷の兄弟、つまり KK ってことですわね。でもまだちっちゃいみたいですし、ちょっとだけかわいがってあげちゃいます。そうだね、ちょっとかわいがってやるか。わーい、これなーに？パネルを持ってかれちゃった。マジでワンパクやな。雷がある。これでどうだ？結構ね、ぐるーって回って結構回ったね。パネルを持ってる折り紙兵を倒すと取り返せるぞ。じゃあ KK。罰で死なないよね。強っ。動くね。違う、しくったー。一回少なくなったか。さあ、矢印をつなげろ。ハンマー2発だね。よし、これでゲット。
で、あとは、くるって回って、うん。よし、これでいこう。雷には土だろう。さあ、神の力。久しぶりの土神様。氷神様もちょっと見てみたい気がするけどね。多分下の子分たちが100でけえなダメージ。よーし、そりゃ届かないでしょう。最高やね。問題は、あ、土神様取られた。あ、火も取られたね。どすこーい。うわー、マリオさん変な掛け声、変なポーズ、何かしてくるかも。そうなんだけどさ、案の定ないしな。どうしよっかね。できればこの時土神様使いたいみたいな感じはあったけど、ブロック取られたしな。叩いてみるか、とりあえず。いや、止まらないか、さすがに。うわー、マジか。攻撃当てれるかな。こうして、あー、微妙に届かん。うん、じゃあ回復専念でいくか。とりあえずダメージを抑えればね。アイアンブーツで様子見てみようか。大変だよな、一発が。入れて、うん、これでとりあえずいくか。倒せるかな。どう？よし、来た。火帰ってきた。いてー。
ちょっと燃やす、燃やすか。とりあえず回復できるからね。本当は土神様がいいんだけど、取り返した後だね。さあ燃やせ。200。強っ。強かったな一発。お。おお。12やさすがやな最後は。やりました。ようやく邪魔者がいなくなりましたぞ。これでクッパさんの後ろに入って緑テープが取れますわね。よし、お父さんを助けるぞ。そうだね。助けよう助けよう。あれ？なんか今、乗れそうなところあったね。おー。え？こんなところに。いや、絶対帰れなくなっただろ。助かったって。やっぱ助かったよね、今のはね。ちょっとね、セーブはしていきたいなーっていうのがあるんで、セーブ戻りついでに、今のアイテムを持ってるこのところ行きますか。すげえ。伝説系がもう2000ずつするのか。多分これ。2100だったよね。うん、買う。まあ、2個ずつ持ってればどうにかなるかなっていう感じだしね。で、付け直すと。まあ、なかなか強かったね。ああ、でもこっちの、ああ、君。アクセサリー屋さん。ああ。マリオが動いた時の音を変えてくれる。顔。はい、買う。ああ、じゃあ、別に、あれだね、ボス戦の時ライフ増やせれたんだね。さあ、ゴールドハートプラス。で、ピコピコチェンジャー。へえ。さあ、これで、アクセサリーはすべて整ったわけだね。あ、これいいな。ただ今じゃないんだよね。トン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 ってパンってめちゃくちゃ気持ちいい音してたな。あら、これはまだいけない感じか。さあ、クッパ城入るぞー。ただいまー。あれ？キキ、マリオくん、ちょっとここで待ってもらえますか？ごほん、あー、クッパ軍団の諸君。ついにクッパ城入り口の邪魔者がいなくなった。今こそ無敵クッパ軍団が立ち上がる時である。これより我々はマリオ君と共にクッパ城へ乗り込む。囚われたクッパ様を救出し、クッパ軍団の威厳をいざ取り戻すのだ。さあ、これできっとみんなが集まってくれますぞ。そんなの待ってらんないよ。お父さんが心配だ。今すぐ乗り込むぞ。くーやれ、坊ちゃんの気が短いのはお父親譲りですな。
では、我々は先行してクッパ様のもとへ参りましょう。さあ行きますぞ。よし、行くか。マリオ RPG 以来だな、こうやって一緒にしてるのもね。開ける。うわー、クッパ城楽しみだな。マリオくん、折り紙兵どもがいきなり襲ってくるかもしれません。ここから先は気を引き締めて参りますぞ。お？めっちゃ飯食ってる。けしからん。こともあろうか、偉大なるクッパ城を宴会場にするとは何事だ。確かに宴会場になってる。宴会？温泉の後に楽しく宴会だなんて羨ましいですわ。僕は先にお父さんのとこ行ってるぞ。あ、マリオさん、緑のテープは2階に行ってるみたいです。おい、折り紙兵ども、おりおりと浮かれよって宴会などすぐやめんか。いいの、そんなこと言って。食う折り紙どもめ、結構な数ですぞ。これだけ相手にするのはさすがに分が悪いですな。まずいですぞ、マリオくん。ん？次クッパ軍団が戦ってるね。おお、お前たちよくぞ来てくれた。無敵のクッパ軍団。さあ、今のうち坊ちゃんと合流してクッパさんのところに行こう。さすがマリオだ。ありがとう、マリオ。ちょっとめんどくさそうなのは後にしておいて。さすがマリオ。さあ、伝説のハンマーがゲット。よし、よし、ありがとう、助かったよ。多分だよね、戦わないといけないね。ドン。さあ、おおマリオは味方だぞ。なるほど。いや、揃わなくていいや、とりあえず。とりあえず。キラーアイアン。あ、なんなら奥の一人は、この裏切り者。まあ、そこにいるから仕方ないよね。とりあえず、クリティカルは出さないでおいたから。逆にごちゃごちゃしすぎて分かりづらかったな。さあ、ポイ投げ。まあ、ボス戦はね、相変わらず出てこないんだけど、味方はね、ボス戦前で装備解除すればいい感じかな。ほい、こっち片付いて、ないね。よし。サンキュー。さあ、右側終わり。じゃあ次、左側。かけられてんじゃねえか。めちゃくちゃ邪魔やん。よし、これで OK。キラハン。ドーン。さあ、OK だね。あれ、ここの戦闘中でしか見れないんだろうな。今回戦闘目だね。
めっちゃ投げられてたけど。よし、さあこれで OK。 あともう一つかな。もういないと思うんだっけと思ったらいたね。よし、さあ回復の、あ、マリオ亀くん扉が開かないんだ。これじゃお父さん助けに行けないよ。かあ、どうやら鍵をかけられたようですな。部屋、私の部屋に合鍵があります。あれを使いましょう。私の部屋はこの右下。ほい、セーブだけして、な、行こう行こう。じゃああえてこのハートは取らずに行くか。ウィー逆やったら、逆やったら全く問題はなかったと思うんだけどな。さあ急げ急げ。わあ、墜落した時のショックでめちゃくちゃですな。さあ抜け道見つけていこう。これって崩れた柱かしら。これなら私でもなんとかできるかも。ほう、焼けるわけないですか。見ていなさいオリビア君。お、まさか。おお、さすが。そうだね、ブロック消すのが本職だもんね。くく、私が本気を出せばこんなの遊び姉妹です。さあどんどん行きますよ。それならね、それなら全部やってくれればそれは禁句なのかな。伝説のアイアンブーツ。あ、伝説もそんなにいろいろあるのか。アイアンだったりとか。ってことはハンマー、ポイ投げもあるんだね。伝説のゴールドブーツとかあるのかな。さあこんなのちょちょいのちょい。かあカメックさんやる、かっこいい。かっかかが乗ってきましたぞ。ほら急いで急いで。かあら、カメックさんノリノリですわね。もう見えなくなっちゃいましたわ。嫌な予感がする。消えたね、消えたね。そうか、消えたか。ここなんだか暗くて気味が悪いですわ。カメックさんのお部屋で鍵を見つけて早く戻りたいです。あれ？しかも叩いたら落ちてくるっていうね。一体何個あるんだ？あ、ここで行き止まり。あー、なるほど。当たりを引くか。んじゃ、じゃお願いするね。結構楽さて攻撃チャンスは2回。メカクッパー倒しときたいね。メ
カクッパ倒せばだってもう戻ってくるからね、コインね。さあ、キラーアイアンブーツ。そしたらさっきの檻のところを行こうかな。ああ、で、そうだね。この部屋、この部屋って感じだね。よし。ほう。あら？意外と。あった。あったあった。やっとだね。ねえ、マリオさん、中から変な声が聞こえません？私、入るの無理かも。ここで待ってるから、鍵だけお願いします。はいはーい。一人で待ってる方がどうかと思うけど。あ！まあ。そうさすがキラキノコは香りが違うな。あれ、兄さんもここに来てたの？ちょうどよかった。ついにピーチ城の鍵を見つけたよ。クッパ城の鍵。どう見てもクッパ城だよね。まさかクッパ城にあるなんて思ってもみなかったよ。え、それピーチ城の鍵じゃなくてクッパ城の鍵？また違うのか。惜しい。お城の鍵は合ってたのにや。惜しくはないな。でもだいぶ近づいてきたぞ。今度こそピーチ城の鍵を見つけてくるよ。ほほー。相変わらず元気やったな。あ、マリオさんお帰りなさい。今、ルイージさんがすごい速さでまたどっか行っちゃいましたわ。ところで、クッパ城の鍵ありました？え？マジか。やべ、オリーが連れ去られた。やばいやばい。とりあえずクッパジュニアのところに戻って、なんだお前ら。ここに来て新キャラ登場、しかもでかっ。これ系が苦手。一マス空いた時のテクニックがね。これちょっと覚えよう。頼もうかな、キノピオ。まずどう動かす？ああ、ぐるぐるぐる回して、ああ、並べる感じね。はあ。ジャンプ届く？届くんか。でも、キラーアイアンでこのダメージか。さあ、敵のアクション。花一問目。
さあ次も、いや違う、こうか、一回じゃ無理だもんな、どうやっても。もうちょいの装備しない、強いのダメだね、装備しないとね。いけ、また同じ手か。まあにしてもなんかすっごい不思議な敵出てきたね。別に逃げるのがめんどくさそうな相手ではある。ちっちゃ、さささささささ、めっちゃ足速い。あれやっぱみんな消えてるのはそういうことか。あージュニアもいねえなー。マジか、吸い取られていったな。当選簿か。え、どういうこと。はあ、そういう感じですか。ライフが低いのがまだ救いだね、あのでかいのよりね。さあラストウェーブ、あ、わかった。畳んで、畳みきれない。いや、これちょっとめんどくさいね。動かないわけでしょ？動かないよね。ちょっと見てみますか。はい。何回でしょう。はあ、そういう回し方なんだ。さらにこう伸ばすことができるんだね。それすげえな。いや全然あの頭の使い方変わる。キノピオさんたちすげえな。そうなってくると結構、そうだね、ハサミってことはそういうことか。ハサミのボスはそういうことだったのか。はあ、あ、キノコが、キラキノコ、宴会の残りもんやね。
なんかそうやって聞くと、なんかすごい、なんかあれだな。やだな。さ、開けよう。うわー、みんな切られてる。グヒ。叩いても戻らなかったね。蛇みたい。あ、いたね。助けて、私何かに捕まっちゃってます。本当に何かに捕まってる。恐ろしい、まるで真っ暗な手のような。これです、マリオさん。怖い、助けて。アラティ。さあ、まずちょっと燃やすか。離れすぎず近寄りすぎずでちょうどいい距離を探れ。なるほどね。この距離で攻撃してみようか。ブーツいける？やっぱそうだよね。ガード、ハンマーか。キラハンマーで一回叩いてみよう。18、結構ダメージ入るね。あ、ちょっと緩くなりました。いい感じかも。あれ。飲み込まれていくな。キラキラハンマーで一発叩いとこうか。お、そろそろ。とお帰り。あは、やっと出られました。わー、マリオさんありがとうございます。すごく怖かったの。よーし、外に出られればこっちのボンですわよ。魔法陣でお返ししちゃうから。ははは。石、グー、チョキ、パーか。石とハサミと紙が戦うという伝説のじゃんけんというものではないでしょうか。伝説なんだね。今手がパーだね。よし、じゃあこれで。さて、最初はグー、じゃんけん。
おお、なるほど。ほい。おお、アイコ。むむ、アイコですわ。あれ、今黒い手が大きくなった気がしません。なったね。あえてチョキでいこう。さあ、神の手。じゃんけんか、ここに来て。ポン。ほい、よし、勝った。勝ち。さあ、戦う。よし、攻撃成功。じゃんけんに勝った今みたくすごくラッシュするといいみたいですね。じゃあ最後はパーといこう。こっちもじゃんけん先にバレてると思うんだけどな。じゃんけん発動。さあ、ポンでコントローラー振れ。ほい。いやー、負けたー。ナイスガード。じゃあパーかな。もうこれは運的なものなんだろうかね、それともシステムで決まってるのだろうか。よし、ポン、グヘ。意外と強いな。じゃんけん急に強くなったね。マジか。やるね。どうしよう、次。あえて、グーでいいか、グーで。はい、神の手。オッケーだね。ずーっとチョキなんだね。お、ギリいけた。初手チョキなんだ、ずーっと。よし、マリオさん、私圧が強い。私、とってもとっても怖かったんです。でも、マリオさんは私を助けるために頑張ってくれてるのに、私がピーピー泣いてたら、マリオさん、ハンマー手加減しちゃうかもって。マリオも潰れるな。は、ごめんなさい。だからって懐で泣いてたら、マリオさんがびしょびしょになっちゃう。キリ、もう大丈夫。メソルな私。緑の紙テープは、もう多分すぐそこです。もう一息頑張らなくちゃ。床に散らばった神っぺらさんたちには笑われちゃいますしね。クラウン、戻らなかったのかね、君はね。よーし、行こう。ついでに回復しとこう。あった、回復。優しい設計だな。よし、行くわ。やばそうだな。
マリオさんありました。緑のテープ。お、クッポもいるじゃん。やった、ようやくたどり着きました。これが最後の紙テープですわ。本当だね、我が輩もいたね。特にないね。そしたら緑のテープ近づこうか。さあ、クッパ城。ボスはあいつだよね。危ない。おほー、すごいジャンプだな。チョキチョキマニア、ハサミ。ハサミね。へえ、よくかわしたね。まあ、こんなにあっさり終わっちゃったらお互いつまんないよね。じゃあ、ちょっとだけ遊ぼうか。ハサミさん、そんな強い存在なの？めちゃくちゃ、めっちゃ貼り付けてある。ペラペラに立ちはそのハサミで。ひどくね、兄、奥間、ハサミ。ああ、僕の作ったおもちゃで遊んでみない？それじゃ、楽しんでね。この野郎。叩いてもダメ。ああ、やっぱ叩くんだよね。さっきなんで叩けなかったんだろうね。ほい。ほい。おお、なんか来た。いてやべー、あの攻撃やばいね。ハートが出ると、さあ、もうちょい。マリオくん、私です。カメックです。こいつは私を貼り付けることで、私の魔力を利用しているのです。ああ、そうだね。確かにね。マリオくん、気をつけて。こいつは超強力な魔法を打とうとしています。この攻撃を止めるには、私をここから剥がして魔力を断つしかありません。なるほど、引っ張る。おお、さあ、おお、1回来た。2回来たか。いけるか。あと1回か。溜めるねー。よし、これで最後。マリオくん、お見事。これではもうそいつは魔力を使わず、もはやただのハリボッテ。一気にとどめを刺してしまうのです。一気と言われても。結構めんどくさいよ君。めんどくさいよ結構。どう？うん、ほい。あと、おお、ほい、終わったー。よしよしよし。
はあ。ん？どうしたどうした？マリオくん、私たちを切り刻んだあいつがまだいますぞ。あ、そうだったね。そうだね。やっぱりあんなすぐ壊れるおもちゃじゃダメか。じゃあ僕と遊ぼう。この野郎。まあ、ハサミ一番危険ちゃ危険だもんね。さあ、ハサミ。キッ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 キ。遊びましょっと。ああ、だけどすぐに切り刻んじゃったら面白くないしな。よし、ハンデをあげるね。ほーら、カバーをつけてよ。これで安心だ。よかったね。でも気をつけて、このカバーを壊しちゃったら、とてつもない苦しみが待ってるよ。さて、どう倒すか。まずヒントを引っ張る、カバー壊すのは危険。マジで危ないんだね。神の手発動。あー、なるほど。ああ、カバー壊しちゃったね。気をつけてねって言ったのに。よっぽど自信があるのかな。そんじゃないんだ。ベリーハードで苦しんでもらおうか。なるほどね。じゃあジャンプか、やっぱ攻撃は。もう君終わりなんだから、こんなものいらないよな。なるほど。おー、行くぞ。カバーを壊さずにってことか。ってなると、だいぶ難易度上がるね。ハサミの刃はガードできない。タイミングよく A でジャンプしてかわせ。かわすしかないのか。ヒラハン。28。これでフィニッシュだ。ガードなんてするだけ無駄だよ。バイバイ。危な。マジマジマジ、何それ、ジャンプでかわすとか。マジ、まあ特権ですからね。怖っ。そしたら、とりあえず発動するか。まあ避けるしかないんだろうな。ボス D 一撃必殺とか来たら、なんとも言えんけどね。えぐいけどね。あ、危ない。あ、やっぱそうなるか。怖っ。さて、とりあえず宝箱開けないとどうしようもなさそうだね。ぐるっていってスイッチオンの、はいはい、かわすのを覚えたから、危なフェイント入れてしまったけど。そうなんだよね、貯めてる限りはどうしようもないから。
これでとりあえず2回ね。さあもうちょい、でやっと半分近くって感じか。一撃テンポちげえな。避けるしかない感じだね、ほんとね。神様系は出てこないもんね。やっぱフェイントしてくるね。パネルギリ、いやまだまだか。とりあえず一回攻撃を増やしてだね。いやー一番強いかもね。さあ3分の1まで来た。ミスれない。下がってっていう感じか。いやあと何回避ければいいかな。マジで。旬やねんか。よし次こそ。とりあえず神の手も何も使わないで攻撃しまくるっていうパターンだね。あ強すぎるわいくらなんでも。これでいいかな。すかさせよう。せめてね攻撃力2倍が通ればだいぶ楽だったんだけど、それすらって感じだったからね。さあ逆さになって、これで攻撃力2倍のプラス1回攻撃。50。
50。いてタイミングつかめないね。うーん、結構やるもんだね。楽しくなってきたな。ウキウキして思わず体が弾んじゃうよ。さ、また宝箱探しだね。よし、これでターンを耐えよう。さあ、もう一度。これさ、だよね、タイミング悪いとダメってことだよ。それは今日じゃねえか。なんかお遊びも飽きてきちゃったな。そろそろお開きかな。じゃあ切り刻むね。結局取るんかそれ。もう君割りなんだから、こんなものいらないよね。結果よね。降りて横行って下行って。そうか、結果そういう流れなんだ。あ、でもちょっと出てくるアイテム違う気がするな。さあ、これでフィニッシュ。さあ、何が消される？攻撃2倍マスは消されるか。ああ、でもあれは使えるね。アイスかな、ファイヤーかな。アイス使ってみるか。あー、またミスってる。アイスだな。アイスでちょっととりあえず。凍らせて動けなくできるんだ。さあ、初めての氷の力。単純に硬くて切れないよねと思ってたけど、そういうわけではない。凍って動けない。試してみたいのはこの状態で攻撃するとどうなるかだよね。ダ
メージ入るんかな。やっぱゼロか。あああの後ハンド行くといいのかな。なんかそんな感じするよね。さあもう一回凍ってもらって、このターンで準備して、いやちょっと髪の毛試してみるか。やるだけちょっと面白いかもしれない。スイッチ押して、できるかどうか分かんないけどね、やるだけやってみないとね。お、紙の手で勝負決めろ。合ってたね。なんでそこにあるんだ。しくったね。いやー縦の動きするともうダメだね。なかなかなれんわ。さあもう一回凍らせて髪の毛でとどめ、多分余裕でいけるでしょこの後は。いやー強いわこいつマジで。なんか急にボスのレベル上がった感じがするね。神の手を使おうかね。次は OK だね。いって、よし、何もない。さあ。これどうするた？掴んで投げて叩く。よし、とどめ。強えよ。いやーめちゃくちゃ切られたしな。どう、参ったでしょ。遊び半分でマリオさんとやり合うなんて甘く見ないでほしいですわ。あれ、ハハハ。お、これで元通りだね。いやー強かったー。マリオくんやりましたな。私も元に戻れましたぞ。マリオ、僕も戻ったぞ。お前もなかなかやるな。さあ、あの緑のテープを取ろうかね。最後の一つ。いや、普通に強かったわー。マジで。横でね、ちょっとクッパさんいるけど。1、2の3。Thank you.
緑紙テープ、クリアー。すべての紙テープ、解除したね。まあ、これ以上は大きくならないだろうね。やりました。これで紙テープが全部なくなったはずですわ。皆さん、本当にありがとうございました。マリオさん、マリオさんにはピーチ城で助けてもらってからずーっとお世話になりっぱなしでしたわ。本当にありがとうございます。マリオさんがいなかったら私一人じゃ、どうしようもなかったかも。あれ？エンディング？おや、オリビアくんどうしました？ピーチ城に行けるようになったのはいいんですけど、私にあの兄上を止められるのかしら？私にそんな大事なこと。おい、折り紙娘。貴様、まさか一人で行くつもりじゃないだろうな。マリオもまだピーチ姫を助けるという大事な仕事があるんだろう。我が輩もオリにこんな姿にされて借りを返さんとな。お父さんはこんな資格にしたやつ、僕も許さないぞ。僕だって切られて汚れてシワになって、おまけに真っ白にされたし。ケケケ、このままペラペラを舐められたままにはできませんな。クッパ軍団の恐ろしさ、目に物を見せてくれましょうぞ。ありがとうございます。皆さんが一緒なら私もやれるかも。止めますわ。私、姉上を止めますわよ。止めまくりますわよ。あ、それでピーチ城へはどうやって行くんでしたっけ？なははは。それなら我が輩がピーチに行くためのいい方法を教えてやろう。だから我が輩を、ここから降ろせ。はーい、ただいま。仕方ないな。よし、じゃあ、ここで終わろうかなと思ったけど、まあ、引っ張ろうかね。でもクッパ相変わらずこのままなんだよな。よしよし、上出来だ。さすがライバル。それでクッパさんか、火山の上にあるピーチ城までどうやって行きますの？クッパさんはもしや、あの、そうだ、こんな時のために我が城にはとっておきの手があるのだ。マリオ、折り紙娘、そのとっておきを使わせてる1階の倉庫に来い。なんだろう。まあ、無事倒したし、次回、またクッパと一緒になるのかな？わかんないけどね。ということで、今回ここまでとなります。まあ、ボスが強かった。まあ。なかなか大変だったけどね。また次回この続きやっていきたいと思います。それでは、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、また